Hey, I want to tell you guys, I'm here in Tokyo, Japan. This is the Shinagawa Station. We've been here for a series of meetings that have been incredible. We have some fantastic leaders here in Japan, people who are working this full-time already. I'm telling you, this is the right place at the right time. You all have an opportunity to do something with Monami like you might not ever have again in your lifetime. 本当にこれが皆さんのチャンスであって、もうこういうチャンスが二度と来ないかもしれません。We believe that we will have more black diamonds in Japan in the next 5 years than we had in all of America. ここ5年間経って、モナビは日本で、アメリカ以上の、ブラックダイヤの数が日本で出るというふうに思っています。こんにちは。東京の田中と申します。私はですね、20年近くサプリメントの仕事をしておりました。本当に健康ということを考えた時にですね、今の食生活ではやはり、不安というものは飲み切れません。その中で、20年近く一つのものをずっと家族で取ってはまいりましたけれども、やはり一つのもので、全ての栄養が取れたらという思いと、それから取りやすい形、やはり長い期にわたってサプリメントというのは粒でしたけれども、このモナビというですね、ジュースとの出会いは、非常に私に希望というものをもたらしてくれました。そして一緒にこのモナビの情報による可能性というものもですね、知ることができまして、今本当にワクワクしてこのビジネスに関わっております。何よりもこの仕事をするにあたって仲間というものがですね、本当にですね、素晴らしい仲間と出会えたということですね。やはり一番はスコット・スー・オルセンご夫妻をはじめとしたこのモナビのチームですね、ブラックアンツというチームで、関われることを本当に嬉しく思いますし、誇りに思います。ぜひ皆さん一緒にですね、ブラックアンツの一員になってこのモナビ、一緒に、頑張ってみませんか。お待ちしております。どうもありがとうございました。 Thank you。こんにちは、アッキーこと玉井明です。今日は、スコットさん、アラン、みんな来てくれてありがとうございます。日本のモナビがこれから大きく大きく、皆さんの力で成長できるように頑張っていきたいと思います。期待してください。ブラックダイヤモンド絶対やります。 Thank you。 南原です。これからの日本はどうなっていくでしょう。誰もあなたを助けてくれません。日本の年金制度破綻します。2040年には日本の人口の半分以上が65歳です。そこまで生きていないという方もいるかもしれません。しかしながら、これからのサブプライムの影響で日本は大不況に突入していきます。そこを自分で守れる一つのチャンス、ひょっとしたらこれがあなたのチャンスかもしれません。じゃあぜひチャレンジを。 A lot of growth going on here in Tokyo. Japan's going to be big, real big.